第二次大仏大同盟はフランスの勢力拡大を脅威と感じたヨーロッパ諸国がフランスに対抗するために結成した同盟である。参加した国はイギリス、オーストリア、ロシアに加えオスマン帝国、ポルトガル、ナポリ、ドイツの様々な君主制国家、スウェーデンが含まれる。この同盟の目的はフランス共和国の拡大を阻止しフランスに 君主制を取り戻すことであった。退伏大同盟は、フランスの革命体制を覆すことに失敗し、フランスが1793年に獲得した土地を再度承認することになった。1801年のリュネビルの和訳では、フランスがかつて獲得した地に加えて、新たにトスカーニャとイタリアを獲得する一方、オーストリアはベネツィアとダルマチアガンを承認された。 イギリスは1802年3月にアミアンの和訳を結び、ヨーロッパに一時的な平和が訪れたが、14ヶ月しか続かなかった。1803年5月を過ぎると、イギリスとフランスは再び戦争に突入し、1805年にはイギリスは第三次大仏内同盟を結成した。1792年4月20日、立法議会はオーストリアに宣戦線布告した。 これが第一次大仏大同盟となり、フランスを勢力圏に置き、陸海の国境線で隣接する大半のヨーロッパの国家に加えポルトガル、オスマン帝国と敵対した。大仏大同盟の目的は戦争で、いくつかの勝利を達成することであったが、最終的にはフランスの領土から追い出され、重要な地域をフランスに奪われ、その地に姉妹共和国を設立された。 ナポレオンの努力により、イタリア北部でオーストリア軍を押し返し、レオーベン条約とカンポ・ホルミオ条約を締結させた。1798年の夏にナポレオンはエジプト遠征を行ったが、彼の軍は囚われてナポレオンがフランスに帰国した後降伏した。一方ナポレオンがヨーロッパに不在の間、旧スイス連邦と敵対するフランスの助力を得て、 スイスで戦争が勃発した。革命家はベルンの州政府を転覆させたとき、フランス軍は表向きには、スイス共和国を支援するために、アルプスへ進軍した。イタリア北部では、ロシアの将軍アレクサンドルスボーロフが、イタリアスイス遠征で勝利し、モローシ式家のフランス軍をポーガーから追い出し、フランスアルプスとジェノバ周辺の海岸まで交代させた。しかし、 ヘルベティア共和国のロシア軍はフランスの将軍アンドレ・マッセナに敗北しスボーロフは撤退した。最終的にイギリスが海上で停泊している船舶を全て検査する権利を主張したときロシアは退仏大同盟から離脱した。ドイツではオーストリアのカール大公がジャンバティスト・ジュールダン揮下のフランス軍をライン側まで押し返しスイスでいくつかの勝利を収めていた。 ジュールダンはマッセナに交代させられた。マッセナは、その後ドナウ川の軍とヘルベティアを一つにまとめた。1798年、イタリア遠征を終えたナポレオン・ボナパルトは、イギリスとインドの連絡を立つべくエジプト遠征に乗り出した。オスマン帝国相手の陸戦では、勝利を重ねるも、ナイルの海戦で、フランス艦隊は、ホレーショネルソン率いるイギリス艦隊に敗北。 これによってナポレオンはエジプトから動くことができなくなった。ナポレオンの不在を後期と見た諸国は、同年12月24日、第二次大仏大同盟を結成し、フランスへの攻撃を開始した。アルプスを超えるスボーロフ軍、ダビット、アルプス越えのナポレオン・マレンゴの戦い1799年、北、イタリアでは、オーストリア軍の攻勢に、フランス軍が押されていた。 2月に、元ンスボーロフが、ロシア軍最高司令官に復帰し、4月から、フランス軍は、さらなる劣勢に立たされ、イタリア方面軍司令官モローは8月にはジェノバまで、交代した。ライン方面では、カール大公を率いるオーストリア軍と、ライン方面軍司令官ジュールダン率いるフランス軍が、衝突していた。3月25日、シュトクアッハの戦いで、 オーストリア軍が勝利した。ジュールダンは解任され、マッセナが新司令官となった。これ以降、ラインでは退治が続いた。スイスでは、ロシア・オーストリア同盟軍と、フランス軍が一進一退の攻防を続けていた。9月25日、第二次チューリッヒの戦いで、マッセナが同盟軍を破ると、スボーロフ率いるロシア軍は、グラールスからイランツへのアルプス越えを行って、 スイスから退却した。翌年には、ロシアのパーベル一世がフランスと和平を結び、同盟から脱落した。この年の末、ナポレオンはエジプトからフランスへ帰還し、ブルメール18日のクーデターによって第一失勢となり、政権を握った。ナポレオンは、フランス軍を再編し、翌年の攻勢に備えた。ナポレオンは、ジュネーブに軍を集結、1800年5月。 3万7000を率いて、クランサン、ベルナール峠を越え来た、イタリアへ進出した。その頃、オーストリア軍は、ジェノバに籠城する、マッセナ指揮下のフランス軍部隊を攻撃中であった。ナポレオンは、オーストリア軍の背後に出て、ミラノ・トパビアを占領するが、ジェノバのフランス軍部隊は限界に達し6月4日に、会場。オーストリア軍主力は、トリノに集結した。 フランス軍によって退路を遮断される形となったオーストリア軍司令官のメーラスは、投進を決意。6月14日、両軍はアレッサンドリア近郊のマレンゴにおいて遭遇戦となった。このマレンゴの戦いで、フランス軍は窮地に追い込まれるが、土勢の別動隊が増援に駆けつけ逆襲に成功する。しかし勝利と引き換えに、土勢は命を落としたのだった。 ライン方面でもイタリア方面軍司令官からライン方面軍司令官となっていたモロが6月19日のホッホシュタットの戦いでオーストリア軍に勝利し7月にはミュウンヘンまで迫る勢いを見せたフランスとオーストリアは7月15日に急戦に入ったこの間に講和の話し合いが持たれたが交渉は不成立に終わった 11月13日に休戦期限が切れるとともに、再び両軍は戦闘を開始した。モローは攻撃を再開し、12月3日、方園林伝の戦いで、オーストリア軍に決定的な打撃を与えた。ここに至ってオーストリアは、継戦意欲を喪失し、講和に向けて、話し合いが開始された。1801年2月9日、ルネビルの和訳が締結された。 オーストリアはイタリアとネーデルラントに建国されたフランスの衛星国を承認し、フランスのラインラント領有も認めた。この時点で第二次大仏大同盟は崩壊し、再びイギリスのみが交戦を続けることとなった。そのイギリスも1802年3月25日、フランスとアミアンの和訳を締結して講和した。ありがとうございます。